どうもこんにちは、鈴川彩子です。イタチです。本日はこちらプラレールいっぱいつなごう新幹線自転車両アルファ X で遊んでみたいと思います。さあこちらですね、私もですね昨年仙台までね実際に見に行きます。現在、まさにね走行試験中の、試験車両アルファ X、今回ですねいっぱいつなごうシリーズでプラレールの製品化されました。次のね次世代の、新幹線を生み出すための試験車両ということで開けてみましょう。落ち着いてね。おー長っ。この箱の横にね編成のこの順番が書いてあります。全部ねあのデザインが違うからさ、中間車も。そういえば僕が聞いたいのこれ、それこれでこした。そうなんです、ジックがよく気づいてくれました。ここにね裏にもね、説明が書いてあるんです。空気抵抗板ユニットが動きます。でもこれあ、もうそうそうそうやってる3両目のレバー、ここ押さえてたらダメじゃない。3両目のレバーを動かすと屋根のユニットが開きますと、すごいちょっとやらせてママにも、はい、3両目ですね。これここに、おおすごい、これで空気抵抗ユニット、おおなんかすごいね、かかって動くの、うん、へえ。ねえねえ、そういえばこれも聞いたよ。あ、そうなんです、ちょっとよく気づいてくれました。まずさ、こっちほらあのテールライトついてるからわかるけど、こっちがね1号車です、でこっちが2号車なんだけど、鼻の長ささどっちが長い、これそうだよね、圧倒的長いよね。だってさ見て見て、これ横から見るとさすごいわかるんだけど、まこれもちょっとねデフォルメされてますけど、もうお席ねここね1席しかないの、この席的な窓、ほらドアあってこっちはまだね窓3つあるけど1つしかない。でそれだけこの前の部分ノーズの部分にかなりこうね全体の長さをとっているっていうのが分かります。1号車はこれでも、これでもはやぶさ、あのはやぶさとかでのね E5 系のやつよりもちょっと長くなってる。これでもさらにこっちはねすごい長くなってる、6メートルも長いんだよ、こっちより、この鼻の部分で22メートル約、すごい22メートル、ほぼプールじゃん、で、ボットが気づいたこと、はい、お願いします。この3号車部分の窓1つだな。あ、そうなの。あとボットだ、もう1個消えたよ、はいはい、窓が丸い1つなの、他はそうだ、本当だ、そうなんです。窓ね、窓の形も変えてます、これはさ、ちょっと横長の四角だ。あ、これ小さい。うん、ちょっとまあ正方形みたいなね、ちょっと若干横気味な気がする。小さい。そうで、こっちがちょっと丸型、丸飛行機みたいだね、なんかね、普通の四角、で、ここもさっきと同じ四角だけど、ここがすごい小さい、ここ小さい、ね、窓縦長にちょっと小さい。ファンタもね、あの反対っていうだけじゃなくて種類も違った気がするよ、これ形が実際にこう上にガシャンって上げている時はねもっと分かりやすかったです。さあちなみに今このね前に出してきたこれ何か知ってる？ファステック。あ、そういうか、ファステック、これはね E5 系新幹線、E6 系新幹線の元となった試験車両でございます。これもねこの空気抵抗板ユニットをぴょん、ちょっとこれが可愛いんだよね、お耳みたいにさぴょこんってなるの、猫耳感がありますね、そう。こっちもで、どうやって走らせるでしょうか。これをね、こっちにしたら走るんでしょ。あ、そうそうそう、これも珍しいよね、この中間車にさ、動力が入ってるっていうね。さあ、ということで早速こちらのね、アルファ X のファステックもね、一緒に走らせてみたいと思います。レイアウトを作りましょう。さあ、レイアウトが完成しました。僕が作ったマンション。あ、すごい、マンションビル。あ、ビルだね、後ろに。バスコーン、いってらっしゃい。すごいね、ちゃんと6両引っ張ってる。あ、ね、1、2、3、入りました。はい、こっちだ、こうやってみよう。こちらも入りま
仙台。仙台？うん。すっごい夜だ。すっごい夜とすっごい朝だよ。あ、行きましたよ、そっちに。うおこれだ。パパパパパパ。あ、ちょっと気持ち悪い。見てこれ。早っ。ゴーゴー。ゴー。うわっ。これ見つかる。はい、行きまーす。はい、アルファベット外側に行きました。バイバーイ。見て、見て、すごい虹。行きました、行きました。はい、これで大丈夫なの。不思議なレンレンダール。不思議なレンレンダール。いい感じ。あ、でもそれはこれにやってるの。あと、おー、縄で走ってるよ。見て、早っ早っ。アクレット早っ。3秒だからね。アクレットいいね。あ、ちょっと早いね。で、見て、バスケット早っ。15、4、3、2、1。パワーがいっぱい。カラーリングがね、すごいね。横と裾のあたり同じ色に見えないんだよね。とてもこの影が、陰影がすごいはっきりとついてる。あーあーおーいおーいおーい。あ、どんな人もいい。あ、なった。なったやったー。
るんだよ。今日は終わりかな。全然大丈夫。そうだね。じゃあまた明日始発から。うん。始発前か。朝早くから。仙台、仙台。はい、お疲れ様でした。うるもね。ということで、もうね、やっぱりいっぱいつなごうシリーズ、迫力がね、あっていいです。ぜひぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで、以上、エプラレール、いっぱいつなごう新幹線試験車両アルファ X でした。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6両です。はい、僕は10両です。頑張ろう。